はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回は自家搾りの酎ハイですね。小笠原パッションフルーツ、限定出荷。宝の缶酎ハイですね。アルコール度数 4%、果汁が 1%。パッションフルーツっていう酎ハイはかなり珍しいんではないかと思います。日本各地の果汁を、果実を厳選した自家搾り、日本の農園からシリーズ。東京都小笠原産パッションフルーツの果肉を丸ごと絞ったストレート混濁果汁を使用。原材料が果汁括弧パッションフルーツとレモンと焼酎と糖類と酸味料と香料とカロチン色素とアントシアニン色素。これはなんだ？パッションフルーツってのは具体的にどんな味なのかよくわからないんですけど。食ったことないからね。小笠原諸島ですか。乾杯。ん？あ、これ桃だ。桃の味がする。桃、桃や。この自家搾りシリーズ好きなんですよね。このシリーズ結構美味しいんですよ、普通に。あ、美味しい。うまい。多分、前までは、俺、酎ハイって、甘い系の酎ハイと、甘くない系の酎ハイで、まあ、大体分かれるじゃないですか。で、俺、大体、甘くない系の酎ハイは、宝酒造の、焼酎ハイボールのレモンが今のところ一番好きなんですけど、甘くない系ではね、昔好きだった氷結のレモンが一番好きだったんですけど、今は、氷結のね、レモンがものすごくまずくなってしまって、まあ何でもそうなんですけど、最近どれでもなんかまずくなってるからね。でもこの自家搾りシリーズだけはね、今のところこの安定した甘い系の糖類が入ってる系のやつでいくと、一番多分自家搾りのレモンが、一番俺の、求めてる中でぴったりだと思うね。いわゆる王道系で、王道系チューハイとすると、多分一番うまい。自家搾りシリーズのレモンが。まあどちらもね、焼酎ハイボールの方も、まあ、宝酒造ですけど。まあ、なんて言っても、氷結がまずくなったからね。氷結が非常にまずくなった。で、そのくせ、なんか、プレミアムとかに出しよって。氷結プレミアムとか言って。何が、結局今までの氷結をまずくして、なおかつ、そのプレミアムを出して、なんか金を搾取しようというね。もともとうまかったやつを、なんか、アルコール度数とか下げて、果汁とかも下げたんですよ。だから、断然違いますね、味は。で、あと、宝の焼酎ハイボールドライも、以前動画上げましたけど、まずくなってて、
ものすごくまずい。今の宝焼酎ハイボールドライバーもうめちゃまずい。昔のやつの方がはるかに美味しい。でもレモンは美味しいんですよ。今まで通り。で、この自家絞りシリーズも。まあ、ただ若干ちょっと置いてる店舗が少ないっていうのがあるかな。自家絞りシリーズはね。うん、ちょっとあれだ、マイナーの部類なんだよ。この自家絞りっていうシリーズは。ただこの自家絞りのレモンは、あの一番王道の味。王道チューハイ、レモンチューハイの王道な味。で、おまけに、その、まあ、あの、氷結とかと違って、ウォッカを使ってないんですよ。あの、焼酎使ってるから。さすが宝っていう。焼酎を使ってる。これですね。やはり。だから、俺がチューハイで、今現時点で、2016年の10月の27日現在で行くと、あの、チューハイの、1位か2位かはわかんないけど、一応二つ星じゃない。一番うまいやつを二つあげるとすれば、一つはちょっと決められないんだけど、二つあげるとすれば、自家絞りのレモンと、焼酎ハイボールのレモン。うん。焼酎ハイボールのレモン。このレモンの2強です。うん。まあ、あとは、まあ、うん。まあ、2強だな。だから、この、うん。ああ。いや、当然のことを言わせてもらうと、二強って言ってもね、あの、値段高い、例えば、宝缶チューハイとかね。宝缶チューハイとかも値段高いけど、入れれば、それも入れるとしたら、あの、当然、宝缶チューハイは、甘い系統の、自家絞り、より多分上なんですけど。ただね、宝缶チューハイ若干高いっていうかね、普通のチューハイの 1.5 倍から 1.8 倍ぐらいするんで、値段がね、ちょっと買えないかなと。うん。というね、感じですね。うん。だから、自家絞りレモン、とか、まあ、あと、うん。せやな。あと、焼酎、あ、じゃあ、相良酒造で行くと、三つの、もう一つ入れるとすると、ネオ酒場の塩レモンサワー。これなんですよね。ただ、どっちかっていうと、ネオ酒場は若干ちょっと、変化球な。ちょっと変化球いってんだよね。この塩レモンサワー。まあ、王道っていうことでもないんで、やっぱ王道のレモンでいくと、先ほど言った二強なんですよね。まあ、ちょっと変化球を入れていくと、ネオ酒場の塩レモンサワー。これはまあ、ぜひ飲んでもらいたいですね。まあ、ぶっちゃけて言うと、普通の多分、レモンチューハイにちょっと塩ペラペラって入れれば、多分出来上がる美味しさだと思うんですけど。まあまあ。あ、でもこれもうまいな。これもうまいですね。パッションフルーツ。多分、まあ、パッションフルーツって何の味かっていうと、俺もよくわかんないんですけど、多分桃です。で、桃の、
桃プラス、ここにも書いてあるんだけど、あの、レモン果汁が使われてるんで、ちょっと酸っぱい桃みたいな感じになってますね。このなんか、あの、桃のチューハイなんようで、ちょっと酸っぱい桃みたいな。このなんとも言えないこのうまさ。なんか、こう、安定したこの美味しさがあるのがこの自家搾りシリーズなんですよ。本当に。あの、突筆したところでもないんだけど、王道を行く味で、その王道で、その、何のこの味の変化もないんだけど、こう、王道を行くチューハイみたいな。で、あとこの自家搾りシリーズはやっぱりちょっと、味がなんか、濃いっていうより、コクがあるっていうのはな。うん。この、ストレートコンダク果汁を使用しているという。うん。だから、まあ。俺はこれ好きなんですよね、このシリーズね。うん。この自家搾りシリーズは本当に好きなんですよ。この王道を行く。誰にもこう、邪魔は、その、されないみたいな。させないみたいな。このちょっとコクのある、ちょっとコクがあって、それでいて甘さもあり、で、香りもそれなりにあり。ね。これは美味しいと思う。ちょっと酸味の効いた桃味、これは美味しい。この安定したうまさ、4444です。ご視聴ありがとうございました。